今日のポイントはですね、結構これおろそかになりやすいんです。私もちょっと気をつけてるんですけど、ストロークでどうしてもこう形だけ、型には結構こうこだわるんですけど、結構一番大事だと私思ってるのは足ですね。足のこのリズム、結構ラリーしてると足が止まっちゃうと、せっかく球出しとかでいいフォームとかいいスイングを覚えたとしても、結局ボールの場所に打点がこう作れてないといいスイングができなくなっちゃう。なので今日はちょっとポイント、本当にシンプルなんですけど、打ったらちょっと足をこう動かす、打って動く、打って動く、打って動く、この打った後のフットワークをすごい意識していただければと思います。でおすすめはボール打ったらちょっとこう後ろへ戻る、打って動いてちょっと戻る、ベースラインに立ってたら少しこういう感じで後ろから少し前の動き、もちろん大きいボールは下がるんですけど、フットワークこうやって打って動いて打って動いて、これがもう止まっちゃってるとこう打点がうまく作れなくなるので、その辺をちょっと意識して、最初はショートラリーやってください。ショートラリーなんかもゆっくりなボール、お互いにこう練習になるようにゆっくりなボールでしっかり打点をこう足で作っていくっていう形ができると、今度長く距離を取ったとしてもいい打点でいいスイングができると思うので、今日はちょっと結構その大事なフットワーク、この後練習してみたいと思います。ご視聴よろしくお願いします。